日ブログ生活984日目、新型コロナの変異株の読み方がギリシャ語になっていることから、突っ張りおにぎりを見て思い出したことがあります。そんなお話です。美味しい食べ物は会う人全員に教えたくなる。久留米でボンドを専門に販売している末新こと末安新司です。エースボンド末新の強み、社会人ラグビーまで続けた中で辛いことや理不尽なことを粘り強く乗り越えた経験と、全国500社以上の会社を営業して回った実績から、接着剤に関するお困りごとをお客様に寄り添って引き出し、粘り強く解決します。今日も張り切ってお願いします。今日のお題は、突っ張りおにぎりを見て思い出したこと。新型コロナのイータ株が国内で18件見つかっていたことが分かった。アルファ株、ベータ株、デルタ株、いろんな変異株が出てきて、どれが危険かすらも分からなくなってきた。今ではミュー株まであるとか、 WHO と日本の分類はこうだ、 VOC が懸念される変異株、 VOI が注目すべき変異株、カッパ株って何、もうよく分かりませんね。よくわからない写真が飛び込んできました。突っ張りおにぎりと言います。さすがに今の時代に突っ張りはいませんが、末新の世代まではわかるのではないでしょうか。学ランのように見える糊の巻き方にこだわったそうだ。エースボンドは古いお客様から糊屋さん糊屋さんと呼ばれる。接着剤のこと糊と言われるのだ。初代社長の末安道夫はこの海苔から食べる海苔になって、お中元やお歳暮に味付け海苔を配っていた。海苔屋ですと配っていたのである。九州には有明海があり、海苔の養殖も盛んである。海苔もたくさんあったのでたくさん配ったのだろう。海苔を見ると初代社長を思い出します。もうすぐお彼岸、今のエースボンドを見たら初代社長は喜んでくれるかな。そんなことを思いながらエースボンドの経営を行っています。迷った時は初心に帰る。創業者の思いを引き継ぎ次の世代に伝える。突っ張らずに素直になって会社を継続していきます。9月でエースボンドも40期が終わります。初代社長が1期から20期、現会長が20期から29期、末新が30期から40期現在までと経営を行ってきた。紆余曲折あったが、初代社長が経営した20年からその後の20年が経過しようとしています。これからはさらにこの先の20年を作るために接着堂に磨きをかけていきます。そのためにももっとお客様に寄り添ってお困りごとを解決していきます。今日の一品です。久留米の地域活性化のプロジェクトの打ち合わせでこんなすごいカメラがあった。360度と会話をしている人を察知し映すカメラ、外部から参加しても一体感がある。すごいアイテムでは。また末新でした。